ウェブグルは互換性のある任意のウェブブラウザ上でプラグインを使用せずにインタラクティブな2次元および3次元のコンピュータグラフィックをレンダリングするための JavaScript と API である。ウェブグルはウェブ標準に完全に統合されているため Web ページのキャンバス要素上で GPU アクセラレータを使用した物理シミュレーション、画像処理、画像効果などを表現できる。ウェブグルの要素は 外側の HTML と組み合わせたり、ページやページの背景の他のパーツと合成して使用できる。w e b g ルのプログラムは JavaScript で書かれた制御コードと C や C に似た公文のオパングル、ES シェーディングランゲージで書かれたシェーダーのコードから作られ、コンピューターの GPU で実行される。w e b g ルは非営利団体のクロノスグループが設計とメンテナンスを行っている。 WebGL 1.0は、ブラウザ上で利用できる o p ン n g l e s 2 0の派生規格であるが、細部に違いがある。WebGL 2.0は、ブラウザ上で利用できる o p ン n g l e s 3 0の派生規格であるが、細部に違いがある。WebGL に対応する Web ブ,ブラウザは、以下の通り。各 Web ブ,ブラウザの WebGL 機能対応度を示すデモの動作リストが存在する。 主要なブラウザの最新版はすべて WebGL 1.0に対応している。WebGL 1.0を利用するには、グラフィックスハードウェアが WebGL 1.0をサポートしている必要があるが、口述するように、バックエンドにハードウェアベンダーが提供する o p ン n g l パ o p ル n g l e ES レイヤーを利用するかどうかは問わない。WebGL は実装形態を問わない API 規格に過ぎないからである。また、 口術のセキュリティ上の問題から GLARB ロバストネスもしくは GLX とロバストネスの対応が必要である。WebGL 2.0のサポートには Microsoft Windows 上では DarkTex11 が MacOS 上では Opangle 4.1が Linux 上では Opangle 3.3といくつかの拡張が、そしてその他のプラットフォームでは Opangle ES 3.0が必要である。 なお、Windows 版の Chrome および Firefox は、ハードウェアベンダーが提供している、Windows 用のオパングルドライバーを用いるのではなく、アングルを経由することで、内部的にダイレクト 3D を使って、WebGL を実現している。ユーザーによる利用設定が必要になってしまい、またハードウェアアクセラレーションの恩恵は得られない、方法だが、メサオフ、スクリーンレンダリングエクステーションなどを用いれば、 ソフトウェアレンダリングによるウェブグルの実行も実現可能である。前述のアングルやソフトウェアレンダリングによるウェブグルを利用する場合などを除き、o p ン n g l 3.2をフルサポートしないハードウェアおよびデバイスドライバー環境ではユーザーの自己責任のもとウェブブラウザ側で強制的に利用する設定をしないとウェブグルを利用できない場合がある。各ブラウザには ウェブグルの動作がサポートされない GPU、ブロックリストが定められている。どのような OS あるいはブラウザでウェブグルを実行するにしてもブロックリストに載っている GPU を使用する環境ではユーザーの自己責任においてウェブグルを強制的に有効にする設定をしなければウェブグルは動作しない。Firefox などでは JavaScript で片付き配列が使える。 片付き配列により性のバイナリデータの操作が容易になり w e b g ル r にデータを渡す際のパフォーマンスが向上する w e b g ル r はモジラ z のキャンバス 3D の実験から始まったモジラは2006年に最初のキャンバス 3D のプロトタイプのデモンストレーションをした2007年末にモジラとオペラがそれぞれ別々の独自の実装をした2009年初頭に モジラとクロノスがウェブグルワーキンググループを始めた。ウェブグルワーキンググループはアップル、グーグル、モジラ、オペラを含んでいる。2011年5月9日、ウェブグルに深刻なセキュリティホールが指摘された。問題点は以下の2点。現在は解決済み。企画そのものに脆弱性が存在するため、米国のセキュリティ機関 u s サー r t はブラウザでウェブグル。 を無効にするよう勧告していた。Firefox 4と Chrome 12は標準状態で w e b g ル r が有効になっており、セキュリティ問題を防ぐには手動で w e b g ル r を無効にする必要があった。その後、Chrome 13ではクロスドメイン問題が修正され、Firefox 5ではクロスドメインは無効になったが、Firefox 8からクロス、オリジンリソースシェアリングが 利用可能になった。DOS 攻撃の方は GLARB ロバストネス、または GLX とロバストネスを利用できるウェブブラウザに制限することで解決した。Pixly s や3 JS、C3DL、WebG ルーなど WebG ルを使ったライブラリーが開発されている。ありがとうございます。